ではご紹介しましょう。最初はスピードがある強打のファイターマウリシオ・パストラーノです。コロンビアシンセレホ出身の24歳、91年にプロデビュー、96年に IBF ラテンアメリカジュニアフライ級タイトルを獲得、97年1月には先ほどダイジェストでご覧いただきましたが、マウリシオ憧れのボクサーマイケル・カルバハルを番狂わせで破りまして IBF 世界ジュニアフライ級タイトルを獲得。その4ヶ月後、今日の対戦相手マヌエル・ヘスス、エレーナとの初防衛戦の前日、公式計量を拒否しまして、そのタイトルを剥奪されています。今回は両者にとって因縁のカードとなります。戦績は16戦全勝、16勝のうち13の KO 勝ちがあります。一方こちらは右ストレートが得意な長身ボクサーマヌエル・ヘスス・エレラです。ドミニカのラ・ロマーニ出身の26歳、90年にプロデビュー、94年 WBA 世界ストロー級タイトルに挑戦し、ダウンを奪いながら判定負け、96年には再びタイでサマンソー・チャトロンの持つ WBC 世界ジュニアフライ級タイトルに挑戦しますが12回判定負けしています。今日が世界タイトルは4回目のチャンスです。戦績は25戦18勝5敗2引き分け、18勝のうち7つの KO 勝ちがあります。挑戦者の方なんですが、マヌエル・ヘスス・エレラ、もうおなじみかと思うんですが、タイに行ってチャナポー・パウイン、そしてサマン・ソーチャトロン試合しました。この2試合ワーワーエキサイトマッチでもお届けしましたけれども、まあ、2試合とも善戦しましたね。惜しかったですね。まあ、フットワークは速いですね。スピードあるし長身ですしね。だから実力のある選手ですね。ただちょっと運がなかった感じしますけどね。そうですか。さあ浜さん、はい、今日の試合ですがどこに注目されますか。まあ、パストラーナの実力、本当の実力というのがまだ分からないところがあるんですね、はい、その今度対戦するエレラは本当の強敵ですから、はい、この選手とだったらどれぐらいの実力あるなという感じは分かるんじゃないですかね。ああそうですか。コロンビアのマウリシオ・パストラーナとドミニカ共和国のマヌエル・ヘッス・エレラが対戦します。これは王座決定戦、12月13日ですね。昨年、アメリカ・フロリダ州ポンパノビーチで行われた試合です。 IBF 世界ジュニアフライ級王座決定戦12回戦、マウリシオ・パストラーナ対マヌエル・ヘッス・エレラの一戦です。We go with the vacant IBF Junior Flyweight Championship of the World, scheduled 12 rounds of boxing. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner. Entering the ring wearing white trunks with red trim, he's originally from La Romana in the Dominican Republic, now fighting out of Miami, Florida.He weighed in at the junior flyweight limit, 108 pounds even, with a record of 18 wins, 5 losses and 2 draws. He has 7 wins coming by way of knockout. Introducing the IBF number 1 ranked junior flyweight contender, how about a hand for Manuel Olimpico Herrera?前回の試合から3ヶ月半ぶりの試合ということになります。これが4度目の世界挑戦です。マネル・ヘスス・エレラ、vacant world title bout, entering the ring wearing white trunks with multi-color trim, and joining us from Sincelejo, Colombia. He weighed in the same as his opponent, 108 pounds even. He is undefeated with a record of 16 wins, no losses, 13 wins coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing the former IBF Junior Flyweight Champion of the World, the undefeated Mauricio Pastrana.こちらがタイトルを剥奪されましたマウリシオ・パストラーナ、前チャンピオンです。レフェリーはビル・コナーズ。 IBF ルールで行われます。スタンディング3ノックダウンルールは適用されていません。それからどのラウンドもゴングには助けられません。さあ試合が始まります。 IBF 世界ジュニアフライ級の王座決定戦です。勝った方がチャンピオンになります。パストラーナにとりましてはこれは11ヶ月ぶりの試合になります。王座これ返り咲きっていうんでしょうかね。これもやっぱりまあそうですね、王座返り咲きになるかという試合です。ただパンチのありそうないい体してますね、はい、パストラーナは。まあこちらはヘレラですけどね、こちらはもう典型的なボクサータイプの体つきですね。パストラーナは前回チャンピオンになった時はたった4ヶ月の王位でありました、王座でありました。さあそのタイトルを取り返すべくこの試合を迎えました。王座決定戦です。
もう一度言います、白のトランクスが前チャンピオンのパストラーナ、そして赤と白のトランクスですね、こちらが強豪のエレラです。過去3度世界に挑戦しています。マヌエル・ヘッス・エレラ、 WBA のストローに始まりまして、 WBC のジュニアフライ、さらには IBF のジュニアフライと戦ってまいりまして、今回もまた IBF のジュニアフライタイトルをかけて戦います。サマンとも戦ったことがあります。先ほど言った通り、あのサマンが倒せなかった男です、マヌエル・ヘッス・エレラ。一方のパストラーナはカルバハル戦まで10連続 KO 勝利というのを続けていましたが、まあ、判定勝ちに終わっています。まあ、アマチュア時代のパストラーナの戦績がですね、48戦43勝5敗ですね。それだけやっぱりアマチュアのキャリア積んでプロ転向してますから、そのキャリアで世界挑戦できてまた勝てたんですよね。これが17戦目全勝 13KO です、パストラーナ。まあ、コロンビアの選手っていうのは、まあ、私マッチメーカーですけど、ちょっとわからないところありますね。どういうことですか。まあ、国内でばっかりして、そういう強いのとやってないっていうんですけど、時々こういう強い選手が出てくるんですね。あの前回のカルバハル戦が初めてコロンビアを出て、自分の国を出てラスベガスで戦ったという試合でね、はい、タイトルを取っています。踏み込んだの右です。前半にぐらつかせましたね、もうカルバハルの足ガタガタにさせましたね。あれでその自信もついたでしょうし、ペースに乗ることできましたよね。浜さん、自信をつけるのは自分のパンチなんですね、戦いっぷりなんですね。まあ、それと試合で実際に勝っていくことが自信につながりますよね。確かにそうですよね、負けて自信をつける人間はいませんからね。勝負の世界です。いくら練習で強くてもですね、やっぱ試合で勝つというのは自信になりますよ。いや、負けて自信つく場合があるんですよ。あの強い相手にですね、これだけの試合やれたと。なるほどなるほど。ソットチタラガが調整球でやった試合、あれで自信つけたい、そういうこともありますね。でその子があるわけですね。そういうケースもあるわけですね。プレッシャーかけてますね。まあ、そういった場合は強い相手にこれだけ できたという自信ですよね。クロスは外に弾かれました。第1ラウンド終了です。まあ、有効なクリヒットはお互いありませんけれど、構成を取ってたのはそのパストラーナですね。これはもうプロの格闘技ですからね、前出てその攻めるっていうのはこれポイント取る上で大事なことですね。はい、だからポイントは10対9パストラーナです。マウリシオ・パストラーナ、果たして一度失ったタイトルを取り返すことができますか、あるいは4度目の世界挑戦でタイトルゲットになるか、マヌエル・ヘッス・エレラ、この両者が対戦しています。クーイの王座決定戦です。 IBF 世界ジュニアフライ級。これはブレイクします。ビル・コナーズ、しっかりとブロックします。身長はパストラーナが160センチ、対するエレラが168センチ、8センチの開きがあります。軽量は108パウンド。今回はパストラーナ OK だったようです。だったようですではありません、 OK でした。 48.98キロ、両者とも一緒。この体からするとこのクラスではきついかもしれないですね。いい体してますね。本当にパンチありそうな体してます。そうですね。しかし浜田さん、ウェイインに現れなかったっていうのがいくら落ちなかったからって前代未聞でしょうか。まあ、そうですね。聞いたことないですね。まあ、いろいろ今までそういったあれあったんですかね。事情があったんでしょうけれども、ただ事情というのはやっぱ体重が落ちなかったという事情ですけどね。ただギリギリまでウェイトを、まあ、サウナへ入ったりして落としますよね。それでも落ちなかったと。ところが試合しないといけないわけですよ、はい、契約ですから。なるほど。そしたらその時にもう戦えるコンディションでないぐらい、その絞り切ってた時には
やりたくないですよね。それはプロ選手だからやらないといけないんですけど、そこで失踪事件が起こったんですね。という白のトランクスのマウリシオ・パストラーナ、コロンビア人。世界チャンピオンがウェイトを作れなかったからといって軽量をすっぽかしてそのいなくなるっていうのはもう前代未聞ですね。まあ前にジェームス・トニーがオーバーだったんじゃないかという疑惑はあったことありましたけどね。左を出していきます。まあ映画で傷だらけの栄光って言ってポール・ニューマンが出てた絵がありますね。ロッキー・グラジアノが主人公。ああダウン、ダウン、ダウン、ダウンです。右のショートでしょうか。そう、うん、ショートですね。フリは大きかったんですけど、今のダウン取ったパンチは小さく速かったですね。すぐ立ち上がりました。あっという間のダウン。まあ、エレラが打ちに行ったところではありましたけど、吹っ飛びましたね。はい、第2ラウンドを終えています。パストラーナがダウンを奪いました。いや、これは VTR 早く見てみたいですね。ちょっと角度がですね、入る角度がですね、肩口サイドから入ったんですね、はい、あれ相手からするとちょっと見えにくいパンチですよ。この当たる前の感じですね。前ですよね。最後左は出してますけど左ではないですよね。あ、これでちょっと斜めサイドからなんですね。オーバー、あれも一種のオーバーハンドライトなんですけどね。あ、これですか。この角度が一番よくありますね。エレラが打ちに行ったところではありましたけど、本当吹っ飛ばされましたね。あ、第3ラウンドです。さあ、ダメージはどの辺ぐらい残っていますか。マヌエル・ヘッセーラ、あーと、おーおー、ちょっともらう前に、あ、ぐらついてるようです。効いてますね。足しっかりしてますね、これね。あ、ギクシャクしています。あ、効いてますね。ヘッセーラ安全に足に効いてきています。マウリシオ・パストラーナ、さあこのラウンド勝負をかけます。 IBF 世界ジュニアフライ級王座決定戦。あ、効いてますね。さあ返り咲きは目前です。ラッシュします。一瞬ロープに詰まりました。なおもいきます。左左ダウンです。コーナー崩れ落ちました。このエレラっていうのはね、目で外すタイプなんですよ。ブロッキングがあまりうまくないんです、グローブの使い方が、はい、だから一旦足来てしまうとですね、そのディフェンスががぜん甘くなりますね。スタンスが広い。腰が今にも落ちそうです。まあ、今ぐらついたのはですね、足踏まれたんですよ。ああ、そうですか、はい。第3ラウンド、まだまだ時間はたっぷりあります。身を振って入ってきました。ちょっと大振りになってるか。パストラーナ大きなチャンスを迎えています。距離が取れません。マネル・ヘッセーレラ、デリカミルスレート、デリカ右左押し押します。あー、ダウンです。3度目のダウン。どうでしょう、立てますか。終わりましたね。あー、立てません。試合終了です。3ラウンドノックアウト。 IBF 世界ジュニアフライ級新チャンピオンです、マウリシオ・パストラーナ、前チャンピオンでもあります。強いですね。いや、第3ラウンドで勝負は決しました。これ前回が97年1月タイトルを取りまして、で4ヶ月後にタイトル剥奪になりました。それ以来の試合、またまた自分の同じベルトが返ってきたことになります。腰に戻ってまいりました。これよく第何代王者、第何代王者っていうのはちゃんと数えられてますけども、つまりその連続自分の名前がするわけですね。そうですね。一旦剥奪になって再獲得。はい、これが最初のダウンです。
あ、違う角度からです。 IBF のストロー級チャンピオンのラタナポン、彼も一度計量で失敗して、はい、そしてそれ、ノンタイトル戦の形でやって、それでまた再獲得ありましたけどね。そうですか。3ラウンド1分57秒ノックアウト勝ちですね。He's the winner by way of knockout. Now the two-time IBF Junior Flyweight Champion of the World, Mauricio Pastrana. 新チャンピオンです。コロンビア、マウリシオ・パストラーナ、まあ、王座返り咲きと言いましょう。まあ、本物かどうかっていう、これテストだったんですけど、そのテストにパストラーナはパスしましたね。見事な試合でありました。17戦全勝、14KO となっています。